こちらが一ノ俣桜公園です。後ろに見えている木々が水面に映っている様子がすごく美しいと SNS で話題になっています。とても静かで、そして綺麗な水、鯉もいて、すごく落ち着く場所です。ぜひ皆さんも来てみてください。